バシルルスラノビッチ・クラベツは、ウクライナ・リビュー州出身のプロサッカー選手。ポーランド・エクストラ・クラサの、レフ・ボズナンに所属している。ポジションは DF。2010年に FC ・カルパティリビューのユースチームに入団。2014から15シーズンにトップチームに昇格し、2015年5月10日の国内リーグの FC ・ジョルノ・モレツオデッサ戦でプロデビュー。 2017年1月24日、スペインセグンダ・ディビシオンの CD、ルーゴに2016から17シーズン終了までのローン遺跡に合意。同シーズンは8試合に先発出場し、シーズン終了後の6月12日に完全遺跡が決定。以降先発選手に定着した。2019年1月13日、CD レガネスト2023年までの契約を、 締結。同月16日のコパデルレーのレアルマドリーード戦で、遺跡後初出場を先発で出場し、1から0の勝利に貢献した。2020年9月11日、ポーランドエクストラクラサのレフポズナニエローン遺跡。プロデビュー前の2012年から、各ユース世代のウクライナ代表に選出されており、フル代表デビューが期待されている。ありがとうございます。